お疲れちゃんスラットです。今日なんですけども、YouTube のコメントであったり、Twitter の DM で、三重詩がすげえ強いんで使ってみてくださいっていう意見をね、結構いただいたので、今日三詩やっていきたいと思います。まあ、バランス調整でですね、マスケが 9% 攻撃速度上がったので、まあ、三詩もついでにね、強化されましたよというわけで、まあ、三詩がね、暴れてるらしいです。ということで、今日はね、この三重白いホグ使っていきたいと思います。で、まあ、三詩強化されましたし、あとハンターもね、攻撃速度上がったので、まあ、この方でやっていきます。で、ちなみになんですけど、今ね、グラチャレの勝率2位ですね。1位だった時が一瞬あったんですけど、まあ、今2位になりましたね。でも環境で結構勝率高いっぽいので、はい、行きましょう。さあ、よろしく頼みます。で、ゴルナイはね、下放されて、意外と使用率落ちましたね。なんかそんな変わんねえんじゃねえかとか、結構誤差だなって思ってたんですけど、ゴルナイはね、マルチから結構消えましたね。なんならゴルナイよりも、スケキンとかの方が、多分量的には多いですね。で、まあ、圧着位は、変わらず、修正あったのっていうぐらいの感じですね。よいしょ。で、またハンターはちらほら増えて、三死はね、マルチだと、いないっすね。結局、まあ、そこが三死の限界値と言いますか。やっぱ、どんだけ強化されても、マルチの世界一桁とかにはやっぱ厳しいっぽいですね。さあこれ走ると滝が消えて、あ、ロイフ残るみたいな、ちょっと贅沢考えたんですけど、全然そんなこともなく、なんならちょっと怖いみたいなとこもありながら、よいしょ。さあこれバルーン最後一発入っても、なんか弱くなったんだね、バルーン。はい、一発ヘッポコです。ナイス。で、これ結構多めで三死展開していきたいですね、相手が。バルーンデッキ、まあ、空デッキということで、まあ、三死展開して、次ハンター展開して、次三死展開してっていう感じで、まあ、常にね、場に対空あると相手もね、バルーン飛ばしにくいかなと思うので、よいしょ。さ、だからゴルナイこれ、もしかしたらユーノとかでもいいかもね。うん。結局、昔はユーノだったんですけどね。ゴルナイがやっぱ強いよねっていうので、ちょっとゴルナイにしてるんですけど、意外ともうゴルナイのね、こう時期は終わったかもしれないですね。もう時代はアチャクイとスケキンですね。これコウモリ読みなんですけど、遅れてからコウモリ出てくるのかな。さあ、いいコウモリですね。よいしょ。で、三死俺出したっけ。いや、まだ出してねえな、一回も。まだ展開してないので、ちょっとわかんないですけど、三死のね、瞬間火力ちょっと見たいですね。これ固めたらやばいかな。いや、これ高すぎ、もしかして。でも高すぎぐらいがちょうどいいんじゃないの。あー、危ねー、危ねーよー。フリーズね、なんかありそうな気配してましたけど、本当にありましたね。で、あー、これ一時交換しに行きたいですね、僕。よいしょ。さあ、これハンターあれば守れるので、多分、いや、守れねえな。ちょ、三死高め展開します。でも、ミニペッカとか嫌ですけど、こっちか？いや、硬いやつで来る？いや、いいよ。いいヒースピー。さ、気づけば、落ちた。なんでだ。え？なんで落ちたの？今。え？なんでだ？マスケが撃ったとか？かな。まあ、なんか知らんけど、落ちましたね。さあ、というわけで、いや、三死早くなってました。ちょっとあんま見えてなかったな。でも、まあ、マスケがね、明らかに早くなってたんですよ。そう、それがまあ3体いるんで、そう考えると瞬間火力はバカ高いと思いますね。よいしょ。さあ、マスケね。まあ、今までも結構な、強いわけじゃないけど、刺さった時のマスケのこの、まあ、火力、三死だとやっぱ3体と、あと片サイド分けてたら、まあ、2体とかいるんで、めちゃくちゃこう軽く出るシーンがあったんですけど、まあ、それよりもね、ダメージ上がってるってなると、よいしょ。やっぱゴースト逆だったな。結構強そうですけど。あ、今回でスパーキーっぽいですね。やっぱスパーキーとかにも結構刺さりそうじゃね？ジャイディが？いや、わかんないな。いや、スパーキーディガーとかの可能性も、おー、なんだこれは。
言うのがね、結構謎めいてる気がするんですけども、ミニペユーノアチャクイエレキ、これの正解は何でしょうか。まあ、ゴルナイで、え、ダックプリやばくない、このデッキね、すごいよ、すべているクララの陸ユニット、本当に。でもそんぐらい、マジで言いすぎやろっていうぐらいいる。電車デッキ最新型的な、おー、すごい。さあ、これは豚で守りながら攻めていきましょう。オーケー。いや、これ陸域カバーできるのと、あー、やばい、わー、これやべえ。よくいるやつやん、典型的な。もうこれデッキ一番強いですからね、クララで、ぶっちゃけね。見ないでほしいな、恥ずかしくなっちゃうな。やばい、これクララはあるあるっすね。これ 3C 早く展開できれば使ったの。いや、まあこっから肩ビー話っしょ、40秒あるっすからね。まあこっからが 3C の強みっすからね。やっちゃくいめる全部いるやん、マジで。ほんとになんだこれ。いや、これでも舞台切ると熱いな。単体に行ったら終わんのかな。あとゴルナイスね。よし、これやばいね、相手対空いた、対空いた、これなんか、これナイルな。やだよ、こんなのに負けんの。これなえるな、やばくない、なんか。まあ、いたわ、余裕で体育いたわ。圧着エレキか、すんごいデッキだな。さあ、勝ちますよねえ。三子強くなってるんでね、ちょっといっぱい三子出していきましょうか、もっとね。やっぱ出しすぎるのも相手によって良くないかもしれないですけど、少ないのもね、良くないですから、本当に。いっぱい出して、ね、なんぼですよ、さ、顎で。いや、ゴルナイマジで言うのでもいい説あるな。今のゴルナイそんなに強くないっていう。まあ、でも、受けとしては優秀だしな。三死にない、最後のね、ダメージワンチャンみたいなところもあるんで。あ、これ、あれだ。強化された。ハンター入ってるスケキンロイライトだ。まあ、マズニクだったらファイボってやつですね。で、まあ、ライトニングなんで、まあ、三死出すなら固めていきたいですね。うん。いや、これガチ固め、やばいかな。いや、まあ、そんなことしなくていいか。いや、三死マジでこれ出したらちょっと面白そうじゃないですかっていう。あ、まあ、お願い。ああ、君は言ったね。じゃあ、ちょっと待って。これで相手の、よいしょ。さあ、ああ、ゴルナイもっと走ってほしかったな。さあ、スケルトン部隊が厄介ですけど、ヒースピゴルナイで。いや、これ、顎から引っ張って。いや、でかい。バカ入る、これ。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。さあ、突進は、一旦ステイと。いや、これ、まあ、スケキン、ザッピー、トリトンなんで、スケルトン部隊入り。これガチで通んないです、僕の攻めはね。本当に。なんかもう相当何かすごいこと起きない限り、ガチで相手硬いんで、これ。このね、序盤のダメージはでかいですよ。これで逃げ切りたいっすもん、僕。よいしょー、発射。で、ロイがね、嫌なんですよね。いや、マジでこれ通んないんですからね、こっから。まあでも、こっからはね、僕の具合もターンです。ティン、一生飛来心の巻。飛来心の巻。やべえ。あー、連れて行かれる。連れて行かないで。よいしょ。さあ、ライトニングの弱点はね、三重心の飛来心なんですよ。そう、だから、もうライトニング相手だったら固めまくっていいですね。
よいしょ。そしたら相手もきついっすよ、これ。さあ、これもね、全部後です。ぶっちゃけ。フライトまだ回ってないか。さあ、あとはロイホグで意外と飛来心とかもね、できたりします。よいしょ。オーケー。あれ、ゴルナイ当たってね。これ、スケルトン部隊突破できるんじゃね？ゴルナイいるし。さあ、このタイミングで、来るよ。オーケー！いいだろ！レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。いや、マスケなんか、見にくいな。オーケー！さあ、ナイス。まあ、相手がライトだったんで、まあ、こんな感じで固めまくって、ファイボだったら、まあ、セパしまくってって感じかな。あとは三振出さないとかもいいっすね。相手がハンター突破するのに、絶対ファイブとか使わないといけないので、まあ、それまで温存でもありです。さあ、よろしくね。まあ、なんかとりあえず三振出しとくんっていうのはちょっと良くないんですけども。さあ、コウモリちゃん D が来ますね。左かな、スケバレでした。さあ、ハンターからのヒースピでね。よいしょ。うー、ずるや。いやー、これもねめんどくさいですね。最近三重子がちょっと環境つらい理由もこれですね。そのスケキン枯渇すごいいるんですよ。このスケルトン部隊、まあ、コウモリスキキンとかで小物系がやっぱ多いと三十種もねなかなか通るもんも通んないっていうやつですね。いやー、こっちタゲ取っちゃうか、痛えな。さあ、いい防白だ。ここはまあ一旦ステイでいきますか。タルババはねちょっと取っとかないと。いや、このマスケが、いや、この一発だな。この一発が強化される前だと多分なかったはず。うん。さあ、ハンターヒースピで手ぐらいでもいい気がすんな。ああ、ずる！で、ロイホクは、まあ、あんま飛ばさなくていい気がするな。刺さるときにだけで飛ばせば。いや、これハンターでスキキンある程度溶けるの熱いっすね。ああ、これ、めっちゃいいっすよ。その、迫撃に対してロイホク受けですね。まあ、これもしょうがないっすけどね。うん。さあ、タルーで、ワンチャンディガーがねえっすね、今回の相手。いや、痛いけど、許容。三品、なんかいい時に出していきたいけど、いや、これズルだな。もう一回スケキンか？間に合わんのんじゃね？うい、熱い。いや、これ前にゴーストいけるなら行きたかったけどな。ゴルナイでもこれ飛び毒じゃね？あー。いや、めっちゃいいスケキンだな。さあ、これで受けて、迫撃来たらロイホグだけど、スケルトン部隊で守られるよね、と思いながら、さあ、こっからですよ。三種のね、見せ場です。あれ、タル使い得じゃね？あー。なるほどね。うんうん。いや、ありそうだけどな、これ。さあ、ゴルナ走ってもらって、やっぱスケルトン部隊の突破がね、ちょっと僕からしたら厄介になってきますね。いやー、このダメージなー、難しいっすね、なんか。どうやって稼いでいくか。これでもスケブがいないサイクルは熱いっすね。いやー、もうちょっと入ってほしかったなー。さあ、一発受けるものの、イースピがない。あえてこのさ、俺の低め三振ガチきつそうじゃない？まあ、防白っすね。いやー、これ美味しい。いやー、勝ちて、これ。三振働いて。働けるよ。あなたたちなら。いや、美味しい、その引きは。いや、これやってないで。そんなことねえのかな。こっちに絶対スケブしよう。おーい、来たー、ふぃー。さあ、ナイス。いや、しかもこれマスケが早いっすね。いいね。ナイス、マスケ。オーケー。さあ、グッドゲームですね。まあ、相手スペルがウッドしかなかったのか。まあ、それちょっとでかかったかな。
さあまあ3時1回ターゲットタワーにね取ってしまえばみたいなところはありますね。気づけば結構殴ってます。さあナイコちゃん、やっぱゴルネイヤのスキルトン部隊の突破にすごい優秀っすよね。ユーノを使いたくなるんですけど、いやスキブ、おっみんなスキブやん。いや加法あるっすけどね、スキブ本当に冗談抜きで。なんか今だってなんだろう、入ってるデッキめっちゃ多くて、ゴブドリー、ジャイスケラー、あとはラバー、でも一旦ね、そんなもんか。でも結構いると思うんだよな。やばい、待って、なんか悩んじまった。いろいろスケルトン部隊のサルちょっと高めなんですよね。まああとはゴレか、もうゴレ、ラバ、ゴブドリ、スケラ、ジャイ、いや多いっすよね。スケルトン部隊使われると厄介っすよね。さあこれジャイスケラか、スケラ受けがちょっとだけ大変な気もするけど、まあまあまあ三重子結構出し毒っすね、ぶっちゃけ。高すぎた。おはん、怖い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 。え？ダークプリ強くね？今。いやマスケが、いや一発欲しかったな。まあ、ジャイハンターで溶かして即ですね。うん。ジャイハンターで溶かして後ろ適当かな。でロイホグはちょっと危ないですね。スケルトン部隊行かれるのと、まあダークプリもいるんでね。これタイミング被ったらやばいかな。いやーヒースピカバーして、いやこのね防衛でタル使った時のこれがやばいけど、今相手あれ使ったな、スケルトン部隊、これ熱い。いやこの老朽結構熱いぞ。さあ逆サイはええ感じの許容でなんとか頑張ってほしい。いやーもうちょっと惜しかったな。これジャイスケラかぶせられるかな、もしかして。いやー一回来ないのでかいな。いやーこれーこれー勝ちてえな。さあゴルナイこれ走り毒よね。いや熱い熱い熱い。いやこれ勝った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 。いやーなめくるか、ユキ。いやースケルトン部隊が強い、やばい。タルシタが体これ逆サイジャイスケル来るっすね。いやいい防衛、なんなら逆が入ってる。そして左も狙ってね、右も左も狙ってね。お願いブタちゃん。あースペルがない。オーケー、あぶねー。さあゴール内よくスケラ守ってくれたな。オーケー、ナイスナイスナイス。いや最後ちょっと危なかったですけど、まあ3子ね火力がやっぱ高いっすよね。溶かすのがマジで結構早くなってるんで、これよいしょ。まあ相手の大型溶かすのとかね、タワー取ってしまった時のまあダメージで与える量が結構多くなってると思うので、いや早いな、いやめっちゃ働くやんっていうね。まあ前よりはね明らかに強くなってるので、まあ使ってた人はね、はい嬉しいかなという感じかな。めちゃくちゃおすすめするわけでもなく、まあまあまあ使えないこともないよねということで、三十白い服ね、皆さんもぜひ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。